製造業、ワードが少しできる程度から IT エンジニアに転職できる自分は IT エンジニアに転職しようかなと考えておりますですが前の会社は製造業でパソコンの経験はワードが少しできる程度なので自分には IT エンジニアの仕事ができるか不安です読者の方から相談メールをいただきました同じような悩みを持っている方向けに回答内容を一部紹介します誰もが初めは初心者誰でも初めは初心者です 私もそうでしたし、どんな都合でプログラマーも初めはキーボードの打ち方から覚えたはずです。まずはプログラミングの始めてみることです。検索エンジンで、プログラミング入門、プログラミング始める、のようなキーワードで検索したり、初めての Java、PHP 入門、初心者でもできる JavaScript、みたいなタイトルの本を読んでみるのもいいと思います。とにかく始めてみよう。あなたが20代ならば、無料でプログラミング講習と就職支援をしてくれるサービスもあります。通学系無料スクール、こんな感じで、とにかく始めてみることです。 プログラミングって初めはよくわからなくても、わからないながら続けていくと、ある時、わかってきた、という瞬間が訪れます。プログラミングってプログラミング言語という言葉を使います。言葉を使う作業なんです。日本語って、お父さんやお母さんが話している言葉を真似して発話していたら、いつの間にか話せるようになりましたよね。プログラミングも同じで初めはお手本を書き写すところから始めます。初めのうちは、お手本のプログラムを書き写して、動かすだけで、動いた、やった、という新鮮さや喜びがあります。それを楽しみながら続けていけばいいんです。 それを繰り返していくうちに自然と必要な知識が身について、作りたいプログラムが作れるようになります。